皆さんこんにちは、紹介者です、今ですね、僕は中国のズーハイという場所にいて、昨日はですね、決勝戦でカレン・カチャノフ選手にストレートで、負けてしまったんですけども、これからですね、僕は今北京の方に移動して次の大会に向けて頑張っていこうと思うんですけども、ちょっと前まではですね、いろんな国とかそういうところでこういう大会になってますよとか結構ねブログ系を撮ってたんですけど、ちょっと最近やめちゃってたので、またここからスタートしていければなというふうに思います。中国での、ね、大会が約3年ぶりかな、コロナ以降ということで、今の中国の現状とかもいろいろあると思うので、そういったものもね含めて皆さんに届けていければなというふうに思います。今はですね、空港に向かっているんですけども、実は僕は今、本日誕生日で28歳になったばっかりで、誕生日は特にお祝いもなく、このまま、一人で北京に移動していきたいと思います。それではまずは空港に向かっていきたいと思います。はい、今からですね、北京に向かっていきたいと思います。だいたい3時間ぐらいの、フライトになると思います。はい、今から行っていきたいと思います。これから車に向かいます。あっち？ No, first time in Beijing.Thank you. Japanese. Konbanwa. Konbanwa. Konbanwa は大体6時とか。6時。からナイトタイム。Like konnichiwa?No? The whole day you can say konnichiwa. Konnichiwa you can say anytime, all the time. Like morning time you say ohayou gozaimasu. This is for morning. And konnichiwa is hello. And then, yeah. And konbanwa for good afternoon.これからこの車に乗ってホテルに向かいます。はい、たった今ホテル到着しました。だいたい1時間半ぐらいかかったかな、到着まで。もう渋滞がすごかったんで、やっぱ大都市なんで、もうかなり車も交通も多いですし、渋滞の多い移動となったんですけども、だいたい約7時間かな、8時間ぐらいかけてやっとホテルに到着しました。今回はねこんな感じですね。じゃあもうある程度準備しましたけど、こんな感じの部屋になっております。はい、これからですね、今週からクリスが来てるので一緒にご飯を食べていきたいと思います。彼はね、日曜日到着して、今水曜なんですけども、3日間何もせずに僕が来るのを待っていたという、多分暇はをしてたんで、彼とね、ちょっとまた今から、今週からか、一緒に頑張っていきたいと思います。会場に到着しました。これからまずはカジュアルダイニングレストラン。Thank you. This restaurant or lounge? It's a restaurant. The restaurant? Oh, okay.
Oh, tea. Ah, sure. It tastes like some good Chinese. Yeah, Chinese tea is good. You drink tea? I do. こっちがバフェ。バフェ。Yes, smoothie. え、北京ダックあるやん。これは食べよう、絶対。何これ。Oh, they have darts here. They have darts.49? Thank you. There's a gym here? There's no gym here. This is for warming up?Yeah, but there's no bikes in here, so the other one's right now. Okay, this is warming up.ここがプレイヤーズラウンジですね。ここで休憩ができるみたいです。はい、今ですね、今日試合なんですけども、今僕が3試合目で控えでですね、1試合目の試合がエヴァンスとシナー選手がやっていて、今ファイナルセットに入ったので、ちょっとまた長くなりそうということで、今からプレイヤーズラウンジで寝たいと思います。で結構ねテニスの醍醐味はこうやって待たないといけないことが多いので、それが結構めんどくさいんですけども、ちょっと30分ぐらいリラックスして爆睡をかまそうと思います。はい、ちょっとね映像を撮り忘れましたが、1回戦を勝利いたしました。ちょっとね相手はかわいそうでしたけども、なんとかタフな試合を乗り越えましたね。北京出身の彼ということで、ファンの人たちも、興奮してて、すごい応援も多くてアウェーでしたが、しっかりと戦って、勝ち切った結果だったと思います。もうね今は夜で8時半ですね。今これから、ダウンしてご飯を食べようと思います。はい、今日はですね、中日ということで30分ぐらいの軽い練習をして明日に備えたいと思います。コートまでの道のりはですね、全部学校の校内にあります。ここが練習コートですね。
この会場がめちゃくちゃ広くて、なんかクレーコートもあって試合コートもあって、多分コート面数は20面ぐらいはあると思います。ユニバーシティハイスクール、kind of worker is like US. We don't have this. In Japan, we don't have this. Yeah? This is university, right? Yeah. Okay. Oh, you're next. They have cycle things, bike. It's many bike. Yeah, it is. Oops. プチチャンネルをご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。僕はですね、今オンラインサロンというものをやっていまして、その中で皆さんに向けたプレゼント企画だったり、そして Zoom を通じて試合後の、感想を皆さんにお伝えしていったりっていうものを今、やっております。どん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 追加でコンテンツを作っていく予定ですので、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。詳しいことは、動画の概要欄から、チェックしていってみてください。